お疲れ様です。ピーキチでございます。本日は仕事休みということで、まあ、ピーキチはね、仕事休みは昼飲みから始めなきゃいけないというね、使命がございますので、今回はちょっと業務スーパーさんの方に久しぶりにね向かいまして、たくさんおつまみ仕入れてきました。見てください。今回はこちらで宴を楽しんでいきたいと思います。まあ、視聴者様の方ね、飲んべえばっかりなので、皆様もね、飲みながら飲み会感覚で楽しんでいただけると嬉しいです。麦馬ゴールド最高。はい、でここがですね、いつもとちょっと映ってる場所が違うんですけれども、ここがなんと、ピキチの家の庭に建てたですね、ちょっと一人で楽しむちょっと大人の秘密基地ということで建てた小屋でございます。はい、でこちらですね、普段ちょっと一人晩食したり、妻に怒られた時とか妻に怒られた時とかに逃げてね、いじけながらしっぽりと飲んだりおつまみを作ったりとかね、する、まあ、ピキチの秘密基地でございます。はい、冷暖房から、オーブン、レンジ、冷蔵庫等々ですね、揃えまして、どんどん改造中でございます。で今日はこちらで、業務スーパーで買ってきたおつまみで晩食していこうと思います。よろしくお願いします。ちなみに今日は妻に怒られてません。一昨日まででございます。じゃ、まずこちら山クラゲですね。僕好きな YouTuber さんで、怪物くんっていうね、YouTuber さんがいるんですけど、それ見てね、僕もこれ同じの買ってきたんですけど、一回食べてね、ハマったんで、今日もね、ちょっと買ってきちゃいました。はい、この山クラゲちゃんがですね、ほんとね、異常な美味しさなんですよね。もうめちゃくちゃ久しぶりということで楽しみ。で、これはね、何なんでしょうね、一体。ちょっと何が何だかわかんないんですけど、山クラゲちゃんいただきますということで、マジでこれはね、ほんと異常、噛みすぎる美味しさでございます。そしてこの麦馬ゴールドちゃん、山クラゲ最強のコンビですね。ありがてえ。はい、そしてこちら、私ね、ちゃんじゃ大好き。まあ、のんべえの皆様もね、ちゃんじゃ好きな方多いと思いますけど、この量やばくないですか？ちゃんじゃとか結構スーパーとかでね、少ない量でちょっと高いんですけれども、これがこんなに大容量、本当に業務スーパーどうなってるの？そしてちゃんじゃ、これをね、最初に生み出した方どなた？もう本当にね、お礼を申し上げたいうまさでございます。はい、続きましてはこちら、手羽先と卵の甘辛煮というね、こちら買ってきました。なんか同じようなパッケージでね、いろんなシリーズございましたが、今回こちらチョイス。そしてこちらのポテイトでございます。見てください、この大容量。で、これが298円とかだったかな？はい、すごいんですよ。今回はノンフライヤー使わせていただいて、まあ、カロリーマイナスになるかなということで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあこちらもね、温まってきました。はい、じゃあね、こちら開けてみましょう。おー、見てください。何このクオリティ。この肉のプルプル感伝わりますかね。はい、じゃあ早速ね、いただいてみたいと思います。手羽先ちゃん、おーおーおー、もうなんかわかりましたかね、この骨からさーってなんかほろける感じ。もう歯がなくてもいただける。もう老後はね、こちら食べていけば生きていけるなということで、ね、心配いりません。そして卵ちゃん、どんだけ染みてんのよって感じでね、もう勘弁してやってうまさでございます。これマジでクオリティ高かったです。最高。もう業スー居酒屋とか作ったらめっちゃウケるんじゃないですかね。はい。そしてこちら少し辛さを足してみようということで、唐辛子ちゃん。はい、こちらもね、もう合うに決まってるんですよ。ほんとファンタスティックベイベーワオでございます。はい、そしてね、ちょっとお酒、麦馬ゴールドもね、いいんですけれども、最近ハマってますね。この朝日の生ジョッキ缶でございますね。はい、このクリーミーな泡最高です。はい、じゃあいただきますということで、はい、もうキンキンに冷やしておいたので、むちゃくちゃうまい。はい、そんなこんなで、ね、ちょうどいいタイミングで出来上がりました。マイナスカロリーに仕上がったポテイト。はい、もうね、ブラックビスケッツのタイミングぐらいね、いい感じのタイミングで出来ましたね。はい、そしてこの世で一番うまい塩を振りかけまして、こちらお皿に盛り付けていきます。はい、塩味もね、十分美味しいんですけれども、今回はこちら。もうね、いつもピーキチの動画をご覧いただいてる方はね、もう馴染み深いと思いますけれども、このうまいソース。はい、このね、の赤いやつがうまいんですよね。もう合わないものないんじゃないかなと思っております。はい、もう間違いないということで、いいですね。はい、マイナスカロリーどんどん摂取していきます。で、ちょっとね、痩せないようにね、ちゃんとカロリーもね、足していこうかなということで、このトリュフマヨネーズでございます。もう、チョベリグマヨネーズグッドでございます。もう、グッドデザイン賞あげたいぐらいですね。そして、こんなね、いいもん食ったらね、体が酒を求めるということで、ヤッホーでございます。
はい、そしてこちら続いていきましょう。はい、だし巻き卵、僕大好きなんですけれども、レンチンで仕上がるね、もの売ってまして、気になって買ってみました。そしてこのね、待ってる間のビールもなかなかおつなんですよね。そして、つくねちゃんも行ってらっしゃいということで、こちらはね、大好きなつくね、はい、レンチンしてる間に卵ちゃんからいただいてみたいと思います。はい、このなんかクオリティすごいですね。はい、もう表面の卵のね、なんだろう、卵肌が良い。はい、もうね、美味しい、最高でございます。で、いくつかね、味が揃えてありましたけども、今回はなんかこんな、なんだっけ、はい、これですね。はい、そしてね、この世で一番うまいね、レモンサワーちゃんでございますね。作っていきたいと思います。最近ね、ハマってるんですよね、こだわり酒場さんね。たくさんね、ビタミン C がね、取れるということで、もう体の中でビタミン C がね、もう暴れ回っております。はい、もうね、年を取るとね、もう肌カサカサなのでね、こういうので美容にも気使っていく飲み会ということで、楽しんでいきたいと思います。はい、酒を飲む美容家、美容法を信じるね、31歳でございます。もうすぐ32歳になるということでね、焦りを感じているね、あの私でございますが、忘れて、つくねちゃんで食べていきたいと思います。もうこのつくねね、もうマジで神ですね。もう領域いっちゃいました。もう気づいたらマヨネーズをやっちゃうというね、もう無遊病みたいな感じで、もうほんとね、もう勘弁してくださいって感じです。シラチャーソースもぴったりでございます。もうこの時間が一番幸せでございますね。もうレモンサワーうますぎる。はい、じゃあ続いてはですね、こちらじゃじゃーんということで、初めての挑戦です、棒餃子ちゃん。はい、餃子にはね、うるさい B 吉でございますが、いかがかということでやってみます。で、ちょっとお水がね、なかったので、炭酸水でね、ちょっとやってみますね。はい、じゃあ見てください。おー、もうこのビジュアル、この映像だけで一生飲めますね。はい、これね、マジでね、行列できるくらいのうまさだと思います。もう業務スーパーってね、黙っといてね、作ったよーんって言ってね、もう本当にすごいことになっちゃいそうですね。はい、もう酒が進む。はい、もうこれはね、また買いに行こう。本当にね、作るのも楽ですしね、このクオリティならね、もう最強でございます。餃子とかね、ちょっと作るのめんどくさかったりするんでね、これはいいと思います。もう業数、今のところ破壊力がやばすぎて、たまらんち会長でございます。はい、この後もね、こんな破壊力を食らって、ビキチは生き残っていけるのか。はい、そしてこちら、レッドチリペッパーチキン、かっこ骨なしでございます。こちらはですね、以前、インスタグラムの方で、なんかおすすめありますかということで、ご意見を皆様から頂戴して、おすすめをいただきました、揚げ物ちゃんでございます。はい、もうこの揚げ物揚げてる時間好きなんですよね。はい、そして揚げ物シリーズということで、うずら卵串フライでございます。これはね、前によく業務スーパー通ってた時はね、いつも買っちゃう品でございました。はい、超いい感じ、2024年バージョンでございますね。はい、じゃあ早速いただいてみたいと思います。はい、カラッと綺麗に揚がってますね。おー、なかなかうまい。こちらはですね、コンビニでなんか食べたことあるような味ですね。ホットスナックコーナーにありそうなやつ。ピリ辛がこのレモンサワー合うってことでね、はい、その流れでうずら串フライいきたいと思います。はい、ソースをたっぷりとかけて、はい、もうね、久しぶりということで、もう毎日食べたい美味しさ、ほんとこれね、うますぎる。ちょっとね、ピーキチの好物でございます。そしてさっきのね、生ジョッキ缶、これ串入れになるんですよ。皆様これ裏技ですよ。はい、皆様も試してみてくださいませ。はい、そしてね、こちらもうレモンサワーもね、足していこうということで、はい、このね、ちょっと氷ちゃんね、買ってきたんですけども、この大きい氷がまたいいんですよね。はい、じゃあマヨネーズジジイ登場ということで、何でもマヨネーズかけてしまうね、年頃でございます。はい、もうハイパーコレステロールということで、頑張っていきましょう。はい、もうチキンにマヨネーズ、もうね、ピリ辛とマヨがね、最高でございますね。はい、そしてしつこいぐらいですけれども、このうずらちゃん美味しい。もう大切なことはね、二度三度伝えるというね、感じでございます。もう君だけは誰にも渡さないということでね、買いだめしに行こうということで決意を固めました。はい、そしてもう揚げ物のこの酒のなんか相性ってきたら、もう本当に健康を害するかもしれませんね。はい、そしてもうこれがね、休日の正解パターンの過ごし方でございます。もし皆様まだね、このような過ごし方の正解にたどり着いてない方は、ぜひね、次のお休みにね、やってみてはいかがでしょうか。はい、そしてね、そろそろちょっとハイボールの時間、ハイボタイムいただきたいと思います。
はい、じゃあこちらをね混ぜまして、はい、もう私格のハイボールサントリーさん大好きでございます。いやもうね格入ってうまいんですよね。はい、もう進む進むということで、そろそろがっつり系のねちょっと炭水化物あたりを入れていきたいなと思います。なんかこれレンチンでねパッてできるオムライスだそうでね、あのやってみたいと思います。まあ、爆発防止で数箇所穴を開けてレンチンでいってらっしゃいませ。5分30秒待機でございます。はい、その間にねちょっとあのこのカレーも温めておきますね。はい、じゃあオムライスできました。その上からのカレーでございます。はい、素敵なねやばいクラコラボレーションさせてみました。そして先ほどのチキンもね少しトッピングさせていただきます。はい、ピーキチがやるねココイチじゃなく、ピーキチココイチピまあまあいいでしょう、やっていきましょう。はい、いただきますということで、この組み合わせはやばいです。今日やばいやつにあったということで、はい、チキンオムライスカレー、こういうね自分の好きな組み合わせも楽しめる業務スーパー良いじゃないですか。いやもうほんとなんとも楽しいね昼飲みでございます。もう食欲がねもうだいぶ爆発でございます。先日人間ドックに行ったところ、体重とねウエスト周りがねかの基準値を大きくオーバーしておりまして、ダイエットを決意しようと思ったんですけれども、今のところ始まってません。はい、以前のように100キロの体重までね戻りつつございます。はい、もうねこのカレーちゃんはね止まらないですよね。毎日食べたい部門第3位ぐらいね入賞でございます。はい、もうそろそろ甘いやついくかということで、皆様業務スーパーのスイーツ紹介でございます。はい、とろけるプリンちゃん、これもね視聴者様におすすめいただいた一品、このね牛乳パックにね詰められたこのプルプルペチペチなやつでございますね。はい、もうこのビジュアルがすごいですね。はい、で実はですね皆様にずーっと黙ってたことございまして、私プリンめちゃくちゃ好きなんです。はい、なんかねちょっとプリン好きなおじさんってちょっと気持ち悪いかなと思って恥ずかしくて秘密にしてたんですけれども、はい、私プリンねもうほんと大好きの、もうはい大好きの極みでございます。もうこの糖分がねダイレクトに伝わる感じがね本当に体が震えます。でこの牛乳パックシリーズなんですけれども、プリン以外にねパンナコッタとかなんか いろいろね他にもいろんな種類がございまして、はい、皆様もねよかったら気になるもの見つけてみてはいかがでしょうか。はい、大変満足でございます。はい、お酒を飲んで、とりあえずね昼飲みは終了ということで、ちょっとね昼寝でもして、夜ご飯を、待ちたいと思います。ということであっという間に、夜ご飯でございます。はい、で夜ご飯はですね昼にちょっと楽しめなかった麺類でいきたいと思います。ごま油、生姜、豆板醤をですねこちら香りが出るまでいい感じでね炒めてまいります。辛いのが苦手な方はね豆板醤入れずにでもねいいかと思います。たまらん香りがね広がっております。そしてひき肉 300g こちらをね入れて、火を通していきます。はい、じゃあね肉味噌ね、いろんな味付けございますけれども、私の調味料はねこんな感じでございます。はい、これも結構おすすめなのでね、ピーキチ肉味噌ぜひ試してみてくださいませ。はい、そしてこちら極太の中華麺でございます。はい、こちらを茹でてる間にソース作ります。醤油、オイスターソース、砂糖、鶏ガラスープの素、ごま油、あとは茹でている麺のね茹で汁を少し拝借でございます。はい、でちょっとね後でこちら使いますので置いておきます。はい、麺がねちょうどいい感じで茹で上がりましたので、水気をよく切りましたら、はい、こちらね少し箸でねこんな感じで混ぜていきます。で麺にね傷をつける感じですね。タレがすごく絡みやすくなりますのでポイントかと思います。先ほど作っておきましたタレを入れて麺にねよーくよーく絡ませていきます。はい、もう絡め、回れ回れメリーゴーランドということで久保田式で行かせていただきます。そして、特製の肉味噌ちゃんで、ニラたっぷり、ネギの、青ネギですね、海苔と、あとこちらネギのみじん切りと、はい、こちら大切です魚粉でございますね。あとはニンニク刻んだもの、致死量入れまして、卵も致死量、はい、こちらで、完成でございます。はい、こちらはですね、まあ、台湾まぜそばというやつでございますね。名古屋の名物な、なぜ台湾とついてるのか私にはわかりませんが、めちゃくちゃ美味しそうに仕上がりました。それではいただきます。はい、
もうこれはね、もうこの濃いめのしっかりした味付け、食べ応えもマックス。はい、なかなか上手にできましたね。わんぱくなね、お酒飲みのね、方たちにはね、ぴったりのお品かと思います。そして今回はね、マヨネーズ出現率多い、そしてニンニク、多ければ多いほどがいいということで、どんどん足していきます。そして伝説のシラチャーソース、これをね、合わせると奇跡のお味でございますね。はい、ウェイということで、トリスちゃんからのね、もう、これ合うね。はい、ね、こんな感じでね、ダイエットは、まあ、ちょっとできず、今年はちょっともしかしたら100キロまで行っちゃうかもしれないんですけど、ダイエットはね、来年から頑張りましょう。ごちゃんです。はい、で、ピーキチー、こんな感じなんですけれども、レシピ本もね、発売しております。今年も、ね、来たらね、レシピ本出すかも、わかんないんですけれども、はい、気になる方は、チェケラー、イエーイしてみてください。バイバイ。